魚への関心を高めてもらおうと26日、松山市梅津寺町の高浜小学校児童クラブ潮風クラブで市の職員らによる出前講座が開かれ、1年生から3年生までの26人が生きた鯛やタコに触れ、魚が家庭に届くまでの仕組みを学びました。魚離れが進む子どもたちにもっと魚を食べてもらおうと水産市場運営協議会などが開催しました。講座では松山市市場管理課の職員が水産市場で早朝から行われている競りの様子を映像で紹介し、魚がスーパーや飲食店に並ぶまでの流れを説明しました。愛媛県産のマダイとマダコが教室に登場し、担当者はタコはタンパク質が豊富で低カロリーですと豆知識を披露しました。児童は順番に魚に触れ感触を楽しんでいました。タイには、のお腹部分には、細い大きな骨があるとは知りませんでした。タイを触ったら、あとガサガサしていて、なんか気持ちよかったです。タコを触った時にイボイボと来た時がすごかったです。